35歳の元トラック運転手の方、若者へのメッセージ始めたいと思います。おーみんな元気そうか。山ちゃん久しぶりやな。今日はトラック運転手を辞めてリフトマンをしてたからこそ語れる倉庫業界の闇っちゅうかな。まあこれを聞いてたらねえ、あの荷物事故をして弁償とかいうことがまだ多々ね横行しておる運送業界にトラックを乗ってる人に対しては結構ええんちゃうかなと思うので、ちょっと喋ろうかなと思ってるわけ。まあ日々ね、倉庫であのリフトをお伝えすると、まあ故意じゃなくてもやっぱりね、ケース不良とかな、そういうのが出るわけや。それでそれをね、なんかあのリフトをぶつけてしもたりとか、そんなのもあるし、もしくはね、まあ、それに、その倉庫に納入するにあたって、持ってきた運転手さんが隠して納入したとか。まあそういうのが出てきたよとかいうのもあります。ただまあね、そういう、そのケース不良とかが出た、発見した、発覚した。まあその都度その都度ね、メーカーの方に報告しとったら、まあ、キリがないっていうのもあるし、倉庫業者としては、まあしょっちゅうね、ケース不良が出ましたって連絡してると、まあ、やっぱそのね、業者の評価が下がるわけやから、まあ、ゆくゆくは、まあ、仕事を切られるということもあるわけやから。だからまあ、そういうね、軽微なものに関しては、なるべくならもうね、うやむやにして、そのまま、ないものにしたい。まあ、臭いものに蓋をするっていうかな。そういうことがあるわけや。まあ、それでは、どうやってそのね、臭いものに蓋をする、証拠隠滅をするのか。まずね、わしの言っとったところでようあったのは、まあそういう、ちょっとケースがね、汚れてるとか、そういうものは、まあ、不慣れな運転手さん、まあ初めて来た人とかね、そういう人のところにね、わざわざ無理やり持ってって、積んでもらうと。当然、あんまり慣れてへん人は、もう、ね、結構どうやって積んだらいいんやろうとか、そういうことを考えてる人が多いからね、結構その荷物のチェックにおろそかなっとることがあるかな。まあ流れは全くね、そのもう積むのに必死で数もろくに数えへんとかチェックもせえへんとかいう人もいはるから、もうそういう人やとまあもうしめしめいう感じやね。まあそれでね、その積んでっておろし先で、まあ向こうのリフト周りに、あ、運転手さんこれなんかケース破れてるよ、なんか汚れてるよとか言われて、いやそんなん僕知らないですわ、元からそんなんちゃいますかいと、まあこんなんは絶対ね続けないですから、そんなん何言われるかいとか、その判断は運転手さんですよねって、もうそれ言われてしまいですんで、まあだからまあやっぱりね、荷物積むときはもう確実にもう荷物のチェック、これは必須です。あと、やっぱり倉庫には、まあ、いろんなものがあるんですけど、やっぱ新製品もあったらもう旧製品もあるんですよね。もう生産打ち切りになって、去年のね、製品だったり。まあそういうのが多分残ってて、もうその日に全部出してしまわなあかんと。全部出荷がかかってると。当然そうなってくるとね、その残ってるやつっていうのは結構ね、そのケース不良でも後回しになって溜まってることがあるんですよね。それでもしね、その積んだ時に運転手さんが見つけて、これ汚れてますわ、なんかへこんでますわってなったら、もう買えないから結局それはメーカーに報告せなあかん。それを避けるためにどうするか、どうするかじゃない、どうしてたっていうことやね。となるとや、まあ普段はせえへんねんけど、倉庫の従業員総出で積み込みを手伝い始めると、そうすると何が起こるかやった、運転さんが荷物をチェックをする隙を与えない、問答無用で積みつける、まあ、とりあえずね持ってて
もらえればこっちとしたらもう厄介もらえてできたら安心できるわけやから、まあね、そんなことになりました。まあね、全てのね、走行業者さんがこんなことやってるとは思わんけど、まあわしの言っとったところはそんなんやったんや。まあ程度が悪いというのかな、そんなことがありました。まあとりあえずね、積み込むときはよくチェックする。そしてもう積み込んでしまえばもうそれはもう運転手さんの責任になってしまうということをよく考えて仕事しやった方がまあ何のトラブルなくいけるかなと思うわけです。まあちょっとね、久しぶりの動画やからね、あんまりおしゃべりに、まあ今日はこんなもんで、次はね、ちょっとこういう荷物事故が発生した時にどう対処すればいいのかというのをちょっとアドバイスを言おうかなと思っとるわけやけど、ほんじゃまたよろしくやで、ね。